陸上日本選手権1万メートル2024年5月3日静岡県袋井市静岡スタジアムパリ五輪代表選考会を兼ねて行われ女子は2223年世界選手権代表のご通りの26イコール資生堂が30分53秒31の自己ベストで優勝した五輪参加標準記録30分40秒00には届かず 今大会での出場権獲得はならなかった。今後、世界ランキングで五輪キックを得る可能性がある。序盤からペースメーカーと並走しながら参加標準に近いペースで推移。5000メートルでペーサーを追い抜くも、6000万8000メートルでタイムを落とし、もっと粘れたらよかった。悔しさの残るレースだった、と涙を流した。一人で残り半分を押していけたのは成長、とも語った。 ペーサーと接触し左膝元を流血するハプニングもあったが、ゴール後まで気づかないほど集中していた。当たったな、というのはあったんですが、全然痛くないです、と語った。世界ランクでの五輪出場の可能性が残っており、夢が夢で終わらないよう、練習を積みたい、と前を向いた。